テーブル上に折りたたまれて用意された。ナップキン解析前に折りたたまれて用意された。ナップキンナップキンは、食事の際に油などの悲惨による衣服の汚れを防止したり、食後に口の周りを拭いたりするための布。使い捨てのものでは紙や不織布のものもある。生理用のナップキンと区別するために、テーブルナップキンと呼ぶこともある。料理を手づかみで口にしていた時代の手拭きが発展したもので、 ローマ時代には、マッパと呼ばれる布が用いられるようになる。中世にはテーブルクロスが出現し、この片隅で手を拭いていたが、17世紀頃からは、現在の形が現れた。紙ナプキンを作り始めたのは日本が最初で、まだ欧米で薄い紙の製造技術が発達していなかった、明治時代に、手すきワ市に木版ずりのナプキンが輸出された。ナプキンは、一皿によってセッティングする。 テーブルウェアとしてナプキンリングが用いられることもある。外食産業などではナプキン立てにまとめて用意される。衣服の汚れを防止するものの使い方としては肩からかけたり膝の上にかけたりする方法で使われる。大きさはほぼフェイスタオル程度。肩からかけるものでは首の後ろで結べるようになっている。口の周りを拭くものは小型のものとなる。ナプキン着席したら オーダーした後に、食前酒やオードブルがサーブされる前に頃合いを、見計らい、取り上げて広げてから二つ折りにし、折り目を手前にして膝から、ももの上に広げる。なお、ホストや女性がいる場合は、その人の後にする方が良い。指や口元を拭く場合は、その内側を使い、元に戻した時に、外から見えないようにする。西洋料理では、 食後にナプキンを丁寧に畳んでテーブルに置くと料理が口に合わなかったという意思表示になる。テーブルマナーでは食後は軽く折り畳たたんでテーブルの上に置くのが良いとされる。なお、基本的には中座は好ましくはないが中座する場合には椅子の背あるいは椅子の上に置く。洋食のマナー。ありがとうございます。